ふわふわのお花紙で作ったうさぎのバレリーナやコスモスで壁面を飾りましょう。台紙には花束を包む不織布ロールを使っています。みんなで思い思いに作ったうさぎのバレリーナを真ん中のあたりに飾ります。テグスでつないだコスモスをその周りに飾ります。最後につないでいないコスモスを周りに飾って出来上がりです。うさぎのバレリーナの作り方やみんなで作る時のノウハウはこちらの動画をご覧ください。コスモスの作り方やテグスにつなぐ方法はこちらをご覧ください。背景の色は壁面に合わせてお選びください。うさぎやコスモスの数、配置を工夫して壁面飾りをお楽しみください。